はい、こんにちは。この子こ猫こです。今回は、カズオイシの日の名残の魅力についてがっつり語っていきたいと思います。ネタバレを含みます。ネタバレなしの本紹介動画も上げています。説明欄にリンクを貼っておりますので、魅力の方はそちらをご覧ください。さて、日の名残。めちゃくちゃ良かったです。カズオイシ作品の中で一番好きかもしれません。カズオイシといえば、良くも悪くも、感情の寄譜が少ない主人公の、まあ、落ち着いた一人語り。り 特徴ですが本作は主人公が執事ということもあってその特徴が非常にマッチしていて良かったですね。とはいえ、日の名残を読んだことがある人はきっと以下のような感想を持ったんじゃないかなと思います。執事のスティーブンス、ちょっと冷たすぎじゃねと。いや、わかりますよね。いや、私もそう思いましたよ。いや、いいですよ。虎のエピソードはいいですよ。まあ、インドでの屋敷の中に虎が忍び込んでいた際に、 前一つ動かさず、主人にさらっと銃の使用の許可を得て、何事もなかったかのように虎を駆逐したエピソード。わかります。かっこいいですよ。いや、でも、だからといって、父親が既得なのに、執事の仕事に従事し続けたり、ミス・ケントンの恋心に全く気づかずに、彼女が屋敷を去ろうとするのも全く気に留めない。っていうのは、ちょっと人としてどうかと思いますよね。いや、私もそう思いましたよ。 挙句最後には、そんな必死の思いで仕えてきたダーリントン卿が、決して素晴らしい人物ではなく、意図的ではないにせよ、ヒトラーに協力することになっていた、という悲しい事実を突きつけられる。まあ、本書は、ロボットみたいな生き方をしていたスティーブンスを批判する、まあ、そんな内容なのかなと、一瞬思えてしまいました。いや、でも私ね、違うと思うんです。 本書はそんなスティーブンスの生き方をよかったよと全肯定する本だと思うんです。私がそれを感じたのはラスト、スティーブンスが桟橋でまさに日の名残を見ていた時にこう言ったからです。私にはダーリントン教が全てでございました。私はこのセリフを見てあスティーブンスは人生の全てを使ってダーリントン教に恋をしていたんだなと思いました。 いや、恋と言っても同性愛的なものではありません。親愛の情に近いものだと思います。でも、愛とは違うと思うんです。恋なのです。まあ、さながら少女がある人に恋をして、四六時中頭の中がすべてそれでいっぱいになるような、そういうものをスティーブンスから感じたのですいや。実は私、このスティーブンスを見たときに、数え石後の別作品のキャラが頭の中に思い浮かんできました。 ククララララとお日様の主人公クララです、まあ、彼女はロボットなのですが自分の主人である少女ジョージーのために精一杯できることを行いますその行いは一見非合理的なのですがでもクララがジョージーのことを本当に大切に思ってやっていることだと分かるので読者はそれをバカにせず心から受け入れることができるのです私はスティーブンスの行いもクララと同じだと思いました 確かに、スティーブンスの行いは、すべてが褒められたことではなかったかもしれません。長い目で見れば、ダーリン教のためになっていないこともやってきた、かもしれません。いや、でもいいじゃないですか。ダーリントン教のために、その時の自分にとっては精一杯できることをやり続けてきた。まあ、その結果が満点ではなかったとしても、その思いはきっと伝わる人には伝わっている。私はそう感じました。ラストのラスト。 まあスティーブンスがジョークを練習しようと思うところは個人的には失恋だと思っています、まあ、正確には失恋の後の吹っ切れた感じでしょうか長い間恋をしていたスティーブンスが自らの失恋に気づきでも前を向いて新しい人生を歩もうと心に決めたシーン、まあ、過去を否定することはせずでも過去にとらわれすぎず前に進もうとするスティーブンス 美しい日の名残に続いて次は美しい朝日をスティーブンスは見れるだろうな、まあ、そう感じられた素晴らしいラストだったと思いますとこんな感じで和男石黒の日の名残の魅力についてがっつり語りました、まあ、個人的には本当、まあ、本作内でもスティーブンスが言及していたおセン地な恋愛小説を読んだ気分、まあ、ただしとても美しく とても素晴らしいおセンチな恋愛小説を読んだ気分になれた一冊ですので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、日の名残、魅力の方は読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊読書に関する動画を投稿していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ